水も甘いも噛み砕き進め下克上いざここから駆け上がれ break on 内田雄馬と斉藤聡馬の最強はどっちだ決定戦はい、というわけで皆様こんにちは、テレビアニメオリエント武蔵役の内田雄馬です。そして金巻小次郎役の斉藤聡馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでこちらの企画では武蔵と小次郎が誓い合った夢、最強の武士団結成にかけて私たち2人がさまざまな勝負の中でどちらが最強なのかを決定していきます。というわけで前回はですね運勢対決もねしましたんでね、はいはいはい、まあ、引き分けだったんですけど、うん、お互いなんかこう自分では思いもよらぬところもありつつ、うん、あ、周りから見るとそうだよねみたいなところもあって結構面白い回でしたね。いやーなんか前を向いて生きようって思いましたポジティブ、あ、やはりポジティブなのだなと思ったまあまあ言うて陽気かもしれないね、もしかしたらね我々はね陽の気持ってると思います、はい、楽しんでねいいやっていこうと思いますけども、いい武士団になるぞというわけでじゃあ今回の対決もね早速やっていきたいと思います、はい、第6戦参ろうぞ。よろしくお願いします。武士たるもの、豊かな絵心も持ち合わせてなければ趣がない最強の画力対決もういやいやいや一回勝ちでいいですいやいやいやそこはそこは武士なんですから連携プレーですからそうね今ねちゃんと陶器をつないでいきましたそうですよ、はい、危ない危ないさあというわけで武士たるもの豊かな絵心も持ち合わせなければ趣がないということで今回は3つのお題出題されますんでね我々2人がこの場で、書いてどちらがより優れた画力があるか勝負していきたいと思います。絵心どうですか。まあ僕ははっきり言って勝つ未来しか見えないですけども、マジっすか。まあまあ本当にもういやもう絵で売れた声優なんで、いやもうそう言ってるやつにまともな絵を描いたやつはいないゆうまくんどうなの。私もう最高ですよ。おっとこれは渡してくれよ。俺に描かせりゃね、そりゃね世界が動きますよ。おおこれはすごい高値がつきそうで、ね、国宝級の任せろ。俺は平成のゴッホと言われた男だぜさあというわけでですね、はい、なんと今回どっちが優れた画力持ってんのっていう審判として、うん、あの人たち、まさかあの人たち来てもらいました。鬼様だらだら歩いてる。のそのそしてんななんかでも見てましたよさっきそこで着替えてるの、頑張って着替えてました、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょ、うちのスタイリストさんがですねアイロンかけてって言ってましたじゃあ早速お題の方お願いします、はい、ダダン第1問は鬼神です。これ鬼ではなくオリエントの世界に合わせてということで。ちなみに聡馬くんは、うん、やっぱ絵を描くときは、はい、なんかこのどんな絵を描くのが好きとかあります？私はそうですね、抽象概念ですかね。抽象概念結構印象派とか好きなんで、印象派やっぱ抽象的なものを描いていきたいです、ね、強い言葉を並べるなよ強い言葉を。ゆうまくんは普段絵描いたりするの？普段絵描くことですか？全くないですね。おなんか子供の時とかさ、ね、こういうのよく描いてたとかあるの？子供の頃はもうえ気になるのよ、そのシャカシャカしてんのが、シャカシャカしてんの、いや何何何どうなってんのそれ、やばいやばいです。さあでも思えばここは使われないって言ってた。まあねつまむって言ってたから確かにそうだわ。はいできました。はいできました。じゃあそれじゃあ両方一斉に行きましょうか。はいじゃあ一斉に上げます。こちらです。ほいどん。はい、あ、ちょ私の方はこれね、鬼神です。はいはいはい。はい、でまあちょっと煉獄天狗意識で。武蔵もいる。武蔵と小次郎。小次郎のイメージ。こちら刀を帯刀してね、でこの大きいね、このガシャガシャのこうちょっとやつに戦うと、はいはいはい、鉱石も生えてます。
鬼もね。じゃあの真の姿の時の煉獄天狗で。そうですそうです、はいはいはい、そっちでございますね。相馬くんはそえなどうした、え精神状態まあ鬼神というか、はいはい、あの鬼がさ、最初に出てきた時に、はいはい、意外とその猫みたいなさ、はいはい、ポップな感じで、で口が星型になってて、それがグワッて開いてこう、ね、食べられちゃうみたいな時の心象風景ですね。心象風景、心象風景なんや。深淵を覗く時、また深淵に覗かれているのだという絵ですね。これは貴様は何を言っている貴様は。じゃあお兄様、どちらの絵が良かったか札をお上げください。すごく迷った挙句内田2票斉藤1票で内田の勝利。いやー素晴らしい。これそっか、ね、この回はお兄様が一番大変な回だな。なるほど、お兄様の迷いすごく見えましたけどね。絶対に笑ってはいけないお兄様ということですね。なるほど、ちょっとあのね、あちらの一番、あの端側にいるお兄様ちょっと笑ってますけど ね、もうプルプルしてますね。笑っちゃってますけども、すごい。もうこちらのね、手前お二人はね、プロだ。もうプロですよ。なぜかというとおそらく前回も参加してるから。そうです ね、 ね、なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあ第一問はうちの勝利ということで、じゃあ第二問参りましょう。はい、第二問はこちら。でれん、虎にまたがる直虎。え、え、何、虎にまたがる。しかもかっこ虎に餌をあげるでもかって書いてあるけど、いやもう違うじゃん。違う、お題が全然絵ちゃうやん。どういうことなの。虎にまたがる直虎ってもう言いたいだけだよ。虎年でみたいな。虎年でも虎にかけたかすぎた。じゃあ分かりました、いきましょう。虎にまたがる直虎どうぞ。ナオトラの方が問題だな、どっちかっていうと。ナオトラって意外と難しいね。難しい。パッとかけって言われると、あとなんか気になってるのが、そのユウマくんがなぜ赤色しか使わないのかっていう。これどういうあれなのかわかんないんですけども。確かにナオトラだから青にしとくか、じゃあ。そういうこと？ちょっとだけ青にしようね。髪の毛はね。いやー、やっぱ絵って難しいね。いや難しいよ。うん、ただこの問題に対しては私は誠実には、回答できているんじゃないかなとは思いますね。あ、本当ですか。はい、私も、非常にいい感じで表現できました。じゃあ接戦になるかもしれないですね。さあ、それでは回答をどうぞ。ででん、え、ちょっと待って、ちょっと待って、まあ私虎にまたがる直虎。あー、でもちょっと可愛いな。なんか虎にまたがる直虎ね、やっぱりいろんなね、自分の武士団の仲間がね、うぞうむぞうがいる。うぞうむぞう言うな、うぞうむぞう繋いでくれるんやぞ、みんなが。まあ、でも発想的にはまあお互いね、やっぱお題には沿ってますね。虎にまたがっておりますけども、相馬くんの方はそれはどういう状態。虎にまたがってるでしょこれ。いやいやパース。いやパース合ってます。合ってる。アニメの世界ではよくあることですね。ありがとうございます。その方向から。そのね、リアリズムを超えられるっていうのがアニメの良さですから。なるほど、絵はね。さあ、というわけで鬼様、こちらの絵の判定をお願いします。あ、内田2票、斉藤1票で内田の勝利。やはりね、ちょっとなかなかですね。まあ、まだ鬼様には早かったかな。鬼様には、いやもうやっぱりマジョリティですね。マジョリティですわ。そうだね、それが大事だからね。さあ、というわけでもう一問ありますか。もう一問あるそうです。それでは、もう一問やっていきましょう。はい、次の問題こちら。ダダン。アフレコをしている内田雄馬と斉藤相馬。これどう？これどう？この絵。これあれだよね、多分。スタッフさんがこう打ち合わせで思いついた時に面白くなっちゃって、こう我々に渡すまでにちょっと熱が冷めたんだけど、一応残しとくかってやつだったやつ。一応まあやっとくか。まあまあなんか、もうおそらく勝敗を消しているだろうから、うん、もう一応やっとくかみたいな。一応やっとくかみたいな。いやでもね、考えてくださってありがとうございます。ありがとうございます、本当に。せっかくなんで、じゃあ一応書いてください。せっかくなんでやってみましょう。やってみましょう、はい、アフレコスタジオ。
とね、風景をね。それでは第3問、はい、アフレコをしている内田雄馬と斉藤相馬をどうぞ。ででん、おい、え、え、ん、え、え、あれ、もしかして、え、その人は、リーちゃんいます。あ、すごい。リーちゃんいます。あ、でも、ゆうまくんのゆうまくん似てるな。え、どっち？え、真ん中でしょ？え、どっちがどっちってあんま決めてなかったあやふやなの名前の漢字も半分一緒だし名前は馬だから我々ボバだからさ。でも私はい、一応これはまあ見てわかるんですけど、はい、まあ斉藤相馬ですね。はい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 。で、え、はい、あ、これゆうまくん、すごい、なんかね、ちょっとアメリカのアメリカのアニメ感あるね。なんかさ、相馬くんの絵。いや、やっぱほら今日はさ、ヘアセットもコンマヘアだから。コンマヘアだからね。ちょっとね、このコンマヘアを意識してみたんですけども。ありがとうございます。あ、すごい。はい。これね、これと。じゃあ。いやいやいや。え、そんな、そんな、なんか5分、5分アニメ感があるね。しかもこれ。まあもうこれはもう結果はね、明らかだと思うんですけども、はいはい、まあ一応聞いてみちゃおうかな。はい、鬼様、じゃあ我々の絵どっちが良かったでしょうか。どうぞ。お願いします。お、内田2票、斉藤1票で内田の勝利。なんでしょうね、この対決。なんだったんですかね、この対決。まあご覧の皆様が一番そう思っているのではないでしょうかね。おそらく。いや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 。いやでもこれはちょっと悔しいな。いや、そうですよ。画力対決はなんとですね、はい、内田の勝利でございました。ゆうまくんの絵は可愛いね、でも。あ、本当に？うん。最近でもだんだんちょっとね、絵が人っぽくなってきた。昔はもうちょっと、もうちょっとなんかやっぱ形がね、もっとふわふわしてたんだけど、やっと己の眼でこの世界を見つめることができるようになってきたもん。もう少しじゃ世界が具体的になってきた今までどう見えてたのぐにゃぐにゃだった可能性あるいやでもこれはね、そう、はい、後日グッズとして販売されるということなんでオリエントという名前でね販売される日が1000年後ぐらいに来るかもしれませんさあ、というわけで、はい、テレビアニメオリエントは毎週水曜24時からテレビ東京、水曜24時30分から BS テレ東、木曜21時からは ATX で放送中です。さらにブルーレイシリーズが発売決定。大鷹先生の書き下ろし漫画など豪華特典に加え、この動画のスペシャル版も収録されますよ。というわけで、ついに次回は最終戦です。いや、ぜひぜひぜひです。皆さん、どうなるんでしょうかね。どうなりますかね。いや、本当に何も知りませんけど頑張ってね、はい、楽しく戦っていこうと思います。ということで、次回もぜひご覧くださいませ。はい、バイバーイ。